知らないどこにいたの生きていたの遠い空の下二つの物語だっての糸はあなた私織なすものはいつか誰かと温めうるかもしれない幸せと呼びます。茅ヶ崎テレビをご覧の皆様、見てますか？コメントは、この歌好き。始まった。ガラクタ。始まりましたよ。始まったよ。今日はね、ちょっと、市場のことなんですけども、ちょっと上がってることがありまして、今日実は僕の友達が、子供が生まれて、それをね、先ほど連絡をもらってね、本当に糸みたいな巡り合いがあって偶然なのか必然なのかわからないですけども出会いがありまして愛し合って、ね、愛の結晶が生まれました。そんな感じですよね。本当ハッピーです。おめでとう。多分見てないと思いますけど本当にそんな上がることがありましてそんな気持ちで今日の茅ヶ崎テレビ2月ガラクタを知りたいやつは勝手に見よう始まりました。
それではガラクタの演奏引き続きもう一曲でやろうと思うんで、ご覧の茅ヶ崎テレビをご覧の皆さんと一緒に楽しみたいと思うのでよろしくお願いします。それでは次の曲、心の扉を開いていきたいと思います。いきます、心の扉。新たな扉を開く勇気。
改めまして、皆さんこんばんは。ガラクタを知りたい奴は勝手に見ろよ。2月が来ました。2月が来ました。来ましたね、2月が。2月ですよ、はい、2月。2月ということで、はい、早速ですけど、あのいつもね、あの告知とかしないで終わっちゃうからね。そうですね、いきなり告知行くんで今回そう、2月だから。いきなり行きますっていうか今関係ないですよ、2月ね。そう、すげえですよ、このコメントが。はい、白いストラート引いてるのはカッコふざけてるけどうまいな。だって白いストラートリーダーじゃないですか。ドラムも何気うまいだってよ。今日のツートップすごいぞ。でもなんかその見てる方どうかしちゃってるよね。そういうこと言わない。そういうこと言うんじゃない。告知がこうやってやめとけ。こういう話自分褒められてないからでしょ。そうだよ。まあ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 、そうですね、褒めろってひどい。そうだね、よかったじゃないですか。はい、告知行きましょう。告知、ありがとうございます。すいません、ぜひあのなんか褒められたからちょっとライブがはいはいはい、リーダーリーダー、はい、ですね、オープニングの動画とあと今のね、ま転換中のね動画見ていただいたらもうお分かりかと思うんですけども、はい、2月14日バレンタインで僕たちライブがありますね。そうなの、そうなのって、そうなのって知ってよ。知らないね。聞いてないです。初めて聞いたよ。じゃあ入ってるもんね。ちょっとこれと、まあ、バレンタインですから、バレンタインは仕方ないですけど。ちょっと恋愛禁止どこ行ったんだよ昔って。そんなんあったんですか。あったけど、あもうずっと昔か。まあゲイだ、ちょっと予定あけ、いやゲイじゃん。ちょっと待ってよ。そういうのあの全世界には言っちゃやめて。な本当に誤解されるんで、そういうのはちょっとやめてもらえますか。ゲイ始めて。もうだからこうやってるとね、また告知ができなくなっちゃうから。はい。ということで、はい。厳しいね。厳しい今日。厳しいよ。今日厳しいですよ。コメントがね。厳しいです今日。さて笑わせてねと、お笑いライブだす。お笑いライブですね。わかりますだってよ。お笑いライブ期待されてるよ。お笑い、あリーダー腕の見せ所、腕の。ゲイってきたよ。俺に押し付けない。俺お笑いゲイ。ゲイいいじゃねえよ。確認しなくていいんだよ。嘘言ってねえから俺。いやでも仕切ろちゃんと。めっちゃ厳しいですね今日。めっちゃ厳しいです。はい。はいはいはい、はい、あこれ持ちます。はい、2月14日、はい、原宿クロコダイルにて、はい、はい、僕たちライブがあります。はい、これも素晴らしいバンドが、一応3グループ僕たち含めて、演奏あるんですけれども、はい、こちらの、ね、これ見なきゃダメなの、見過ぎじゃない？あそう、見過ぎ、うん、出過ぎ、そうそう、バレンタインですから、バレンタイン確認しすぎだよ。バレンタインですから、なんといってもこちらのペコさん、ちょっとパタッと、やめてくれ、それ暴力はやめてくれ、暴力はやめてくれ、暴力なの今の顔すごかった、つうかね、意外なこれ、これこう動くとね、目がね、マイク通して、マイク通して、ね、目がこうなんか潰れてね、結構ね、目開いてないみたいですよ、そう、大変なことになる、もともとねえじゃんね。お前あのそう今日何いじめる回なのこれ。湘南台キャンドルナイトでもね、あの、はい、あの時は、はい、星になってみたんですけど、風にあれもね、そう、もうどんどん風が来て、はい、もうぐるっくるぐるっくるこうなっちゃうんですよ。原宿のあ、かぶり物が怖いところ、はいはいはい、全然もう前見えなくてね。原宿なんて怖いところ行けないって。行けないってよ。誰ですか。知らないよ。原宿大丈夫です、全然怖くないです。行ったことあるんですか。あれすげえじゃん。本当だよ、俺も行ったことねえよ。怖くないよ、本当だよ、行ったことねえし、俺ほんとに田舎者だから行ったことない。行ったことな、あるでしょ、あるでしょ、あるでしょ。ないよ、あるでしょ、本当に。実はあります。自給自足の生活でしたんで。そこは違う。どこで自給自足してる。実はあるんで。実は僕原宿行ったことあるんですよ。でしょ。そうほら、そのライブ衣装を揃えに。あ、二人で行ったんですか。ちげえよ。ゲイだからじゃないです。ゲイじゃない。二丁目でしょ。二丁目でしょ。それは新宿じゃないの。二丁目。そうですね、新宿ですね。原宿だから、はい、ここね、原宿ですから。詳しいっすね、さすが渋谷。詳しくない、はい、原宿クロコダイル、オープン6時。原宿似合わないなってきたから。原宿似合わないなだって。いやいや、そんなことないですよ。これこの学校で現れますから、当日も。本当か。はい、バレンタインですから、バレンタインのプレゼントを。しかもこれカッコ笑ですからね。カッコ笑、うん、笑ってもらえればいいですけどね、うん、笑顔になってもらえればね、うん、演奏とか聞いてね。何そのポジティブ。ちょっと叩かないで。みんなに叩かれてるじゃないか今日は。またということでね、はい、このライブぜひチェックしてください。あの素晴らしい、はい、ぜひチェック、はい、ぜひ来てください。ぜひ来てください。トーンが下がった。
はい、ということで、はい、もうこれだけ終わればあとは安心だ。安心なんですけど、逆にこっからが僕不安なんですけどフリートークですよ。音も来たぞ、はい、ドラム演奏中は見えなかったけどイケメンなんだね。だってわーお、僕ラーメンつけ麺僕イケメン、どうも大友匠です。書き込んだ方、やるの具合悪いんですか体調悪いんだよね、多分うん、体調悪いから男性の方かもしれないけどやめて、そのそっち方向に持ってくるのやめて。ほんとそれネタばかりか、それネタばかりですか。今日だってリーダーと大友、あ、りょうさん来てるわ。そりゃそりゃなんだってツートップですもん今日は。焼肉焼き鳥食いに来いだってりょうさん。うん、みんな、はい、みんなで、はい、うん、はい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 、ぜひぜひお願いします。トリーチ、トリーチですって。トリーチ近日行きます。近日行きます。行きます、うん、テンション、はい、はい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 っていうことですよ。はい、はい、だね、ライブは本当にもうお願いします。2月14日です。予定開けといて、ああ、まあ14日っていうとね、バレンタインデーで。何回そのくだり言うかもしれないですけど確かにバレンタインですけども、バレンタインですけれども、ぜひ、あ、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。ああ、はい、じゃあ、はい、今回の勝手に見上がれはもう終わりな感じ締める締めるで演奏して告知して終わり、ただのライブですねこれ。告知が間に合わなくなるからさ、もう帰るか。そう、うん、いや、まあ、帰んないでください、まあ、お願いします。すいませんけど、はい、だって若い者同士で、そうです、そうです。いや、やっぱツートップが、若い者同士、ツートップがね、若い者だよ。若い者同士で何をするんですか。ゲイ同士で、ゲイ同士で、なんか本当にゲイゲイ言われるとゲイっていう風に思う人が出るかもしれないから、ならないですけど、ならないけど確かにあれですもんね。そうそうそう、この間新宿で掘られてましたもん、リーダーに実はなんですけど、ね、言っちゃダメだったやつだ。いや、掘られてちゃう、見てるからね。違う違う、全世界放射掘られかけたってことでしょ。掘られてはいないです、あの誤解のないように。立ちバックされてるじゃないですか、立ちバック。そのさ、掘った人もさ、あれだよね、具合悪いよね。掘った人なんだったんだろうね。ちょっと酔っ払ってたもん、ね、いや、酔っ払っても何も、うん、いや、かぶって歩いてないからいつも普通の、普通だからさ、普通だよ、普通。痛かったって聞いた。痛かった、あの、だから刺さってないから大丈夫です。いや、刺さ、いや、何言ってんすか、刺さってるじゃないですか、うん、嘘だよ。キャッチャーして、兄ちゃんって言われて、ボシボシ。ちょ、待って、まず冷静に考えなきゃいけないのが、はい、あの、放送禁止用語じゃないのかな、これは。ホールとか、そうそう、どう、なんかあと 10秒なんで。でもこれが掘ったらこれが出てくるからね、これが伸びて伸びて、やばい、これで、そうそうそう、バレンタインデーなの、せっかくなんか出てきた、鼻が出てきたよ、前出てきた、前出てきた、まだバレンタインじゃないですかね。何出てきた。でももしこれ開けたらさ、何が出てくるの。美味しいの。まずそうだよね。美味しいでしょう。これ開けたらこれ出てくるでしょって。ああ、まずいね。具合悪いね。開けた瞬間。具合悪くないよ。全然開いてるけど。大丈夫です。閉めちゃえばいいじゃん。なんか蓋持ってきてよ。いや、見えなくなっちゃうから。いいよ、見えなくても。いけない。演奏できないです。いや、もう終わったから閉めちゃう。終わったから閉めちゃう。はいはいはい。閉めちゃったら喋れないから。喋れないから。たくん。あとは。ぼちぼちのみっちゃんも二丁目出現出身。二丁目出身。いや、なんちょっと、え、いや、2月14日いきます。ありがとうございます。お待ちしております。いや、なんか2丁目出身が悪いみたいになってますね。なんか僕は出身っていうことが前提になって。そういや、昨日ニコ生で見たらしいよ、レーザーラモン。レーザーラモンと違う、系統違いますよ、僕全然ノーマルなんで。そこはちょっと誤解ないよ。ノーマルが掘られるか、キャッチャーに。てか、痛かった。掘られてねえし、掘られてない。だから、聞いてるよ、痛かったって。痛くないっすよ、だって掘られかけて。未遂っておかしいわ、間違えた、逆だ、それは言葉おかしいわ。未遂も結構、あの、もう喋るな、もううるせえ。もうチェンジじゃん、もうちょっと疲弊した、帰れ、俺は疲弊した。もう本当にいい、本当もう帰っていいです。じゃあちょっと2月14日に備えて、ちょっとはい、お疲れ様、チョコレート来ないといけないです。違う、早くね、備えるの。お疲れ様でした。備えるの早くね。でもね、まだね、まだ時間あるからさ、ね、勝手に見上がれたから、勝手にトークしようよ。うん、そうね、そうしよう、そうしよう。じゃあガバガバなんですか。ひどいね、なんかひどいね、これ絶対、あの、焼き鳥屋にいる一派にな気がするんだけど、間違いないな。ガバガバ、焼き鳥屋の一派な気がするんだけど。8円、違うんじゃない。違う違う人、そこに3人いるんだよ、でも。うん、あ、マジ
まあいいか、そんなにねガード緩くないですよ。まあでもいい歌だとか元気が出た、かっこいいな、かっこいい、そうそうそう、りゃーとか、ありがとうございます。ガラクタ聞くのが幸せだとかこの辺いい感じなんだけど、ね、俺も幸せですから。白いストラード聞いてる人はかっこいい、うまかった、ありがとうございます。いや具合悪いですよ、そのコメントは。ありがとうございます。だいぶ具合悪い、なんか具合悪いっすかねその方、うん、ね、なんかね、なんか嫌なことでもあったんですかね。疲れちゃってるんだと思うよ。ライブに来てください。せっかくコメント書き込んでくれたのに。知らねえよそんな、勝手に見てんだから。そうだよ、そうタイトル通りだよ。そうだよ、うん、すいませんけど、コメントも勝手なんだよ。体調が攻めてんだよね、多分。そうだ、それで見れてる。あ、インフルエンザだ。インフルエンザが、はいはいはい、チケットがですね、3万5000円です。高いわ高いわ、3万5000円高いわ、やばいなそれ。3000円です、3000円です。フェス席とかそんな次元の、はい、フェスの席です。消費税つくよ。いやいや込みでしょ、3000円。3240円。うっそ、ほんとほんとほんと。じゃああれね、3240円だったらその分払えよ、リーダーが。もうちょっとね、ほんとだよ、チケット代に書いてあるの。本当？本当だよ。違う違う。しまった。しっかりしよう。消費税別なのか。その分はリーダーが払ってくださるそうです。リーダー負担で。リーダー指名で。太っ腹ですね。今日見た方、覚えてる方はそう言ってください。はい。リーダー負担。ニコ生見たでね。いろんな角度が。ニコ生に見た。リーダーが払うって言ってたって言ってくれれば。受付に行ってもらえれば。受付に流してくれる。そう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 。キャッシュバック。A とかなんかさ、もう。自分でそうなの。そうだよ。ちゃんとしろよ。今日めっちゃ叩かれてる。本当精神的にもね。知らない、知らない、精神的に、精神的にも経済的にもね。追い込まれてますけれども。夢のないこと言わないでください。バンドマンでしょ。夢があれね。でも夢を見るみたいな。あ、来た来たよ。もうマイクいらないじゃないですか。わーいだって。わーいだって。いやー、はい。リーダー。受付で言ってください。とりあえず240円渡すからね。リーダーがね。240円とは言わず、もう3240円払っちゃえばいい。全部全額ですか。それかっこいい、全額負担。ニコ生見なしたみたいな人が、そうそう、視聴者大事にして。俺だけ俺だけなんで、俺だけそれ負担するんですか。マジでちょっとそこはね、それ来てくれるのかな。リーダーですから。僕たち後輩じゃない。そうだ、同じくれだ。じゃあごちそうさまです。クロコダイルだけにね、なんかあれだ、ワニのお肉が美味しいみたいです。はい、リーダーに言ってくれればワニのお肉もおごってくれるみたいですよ。バレたライブが。でも、不安になってくるよ。約束してください。約束してよ。抽選何名とか、ここに行こう。抽選何名って1名以上になるわけないだろ。クロコダイルって駅から近い？ふざけんな。駅から近い？近いですか？勝手に調べてください。その方が面白いでしょ、コメントだけで。ダメダメ、なんだ、勝手に調べてください。まあまあ近いですね。まあまあ近いらしいですね。ちょっと歩きますね。さすがだね、だってさすがですよ、俺は。いや違う違うですよ、これ多分リーダーですね。リーダーリーダー、まあそうなの、リーダーが出してくれるって。さすがだね。10人分だから。いやいや10人分ないでしょ、ないでしょ、全然意味わかんないでしょ。1以上なの。俺たち入れて、俺たち入れて。あ、ってことか。ないない、14人分か、自分の入れないから。無理です。もうなんか無理とかさ、夢ないから。夢ないこと言うなよ。できないとかさ、得点つけるよ。そうだよ、見てる方に失礼でしょ、そういうの。こんなプレゼントみたいな格好してたからやってよ。プレゼント、せっかくさ来てくれるんだからさ、これがプレゼントですもん、だって。はい、何が、見た目が、ふざけんな、帰れ、マジで。見た目がね、間違いねえよ。そうそうそう。ということでね、あ、すごい、すごい、お、優しい、住所入れてくれました。言って、あれ、今日の目標は、東京都渋谷区神宮前6-18-8。キヨちゃん笑わせることは声出してないよ、今日。無理じゃないよ。無理じゃないよ、だって。無理じゃないよ。いける。リーダーのストラトシアプレゼント手を打ちます。おっしゃおっしゃ、無理無理無理、絶対無理。先着何名にしますか。無理とか言うんじゃないよ。先着何名にします。じゃあ、せめて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 。せめて、せめて。何がせめて。どういうふうにしてるか。肉。肉 ?5 人、5人まで。いや、1人でしょ。
結構高い。あ、1人は。おお、とりあえず1人。じゃあこのギターのストラトの人にプレゼントですね。うん、そうですね。ね、リーダーのストラトの。いや、ストラト人を手を打ってくれ。ストラトはダメだ。ストラトはダメだ。ギターあげるからね。ストラトはダメ。ストラトはダメだ。何を思う？ワニのステーキですよね。ワニのステーキ？10人分？あ、ストラトはあげます。ストラト欲しい。俺のだよ。なんであげる？ここまで応募してくれたら。ここ応募。ガラクタオフィシャルホームページで。どこにも。え、はい。もう終わりだよ。もう終わりだよ。なん、あと30秒。ストラトプレゼントしますから。いや、しないから。オフィシャルホームページでメールをね、打ってくれればいい。ライブ来てください。ペンネームが面白かったら、プレゼントしますから。ペンネーム。ペンネームが面白かったら。ペンネームが。白いストラトギターはあげます。ストラトはあげられません。はい、さようなら。ありがとうございます。じゃあまた来月お願いします。プレゼントしますよ。プレゼントしますよ。誰かと笑って共有する時間、そんなものが欲しくて、この道を信じて心に皆さんコメントをもらいましたね、うん、そうですね、うん、今日過去最多ですかコメント数。最初のコメントの流れが最初の方はいい感じなんですけど、なんか後半なんですかコメントに途中からちょっとコメントにケチっていうんじゃない、ケチつけてるわけじゃない、コメントしてもらってんの何言ってんの、だから贅沢言ってんじゃないよ俺らがちゃんとそう面白いこと言ってれば面白いこと来るんだよこれ反省会の反省会ありますこれちょっと後でちょっと人のせいにするんだよ喫煙所来いって反省会の反省会まさしくね反省会の反省会、それ怖いねリアルに反省会の反省会ですね、うん、あ反省しっぱなしやリーダー、そうね、ちゃん自分らがちゃんとやってればいいんだよそしたらちゃんとしたコメントが来るんだよ、そんな面白くない、俺ら面白いことできないから下ネタに走るんでしょ今日どうした、暑いね今日今日しゅんちゃん超暑いね、超絶暑いね、ムカつくわ暑いな、暑い暑い、暑い前来たらちょっと褒められてたからね、避けやがった、なんかそこはいいんだけど、そうそうそこはいいですけど、うん、褒められたんだったらやっぱいいんじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、ね、褒められるんだったらそれなりのことしてほしいですよね、間違いない普段も、うん、普段もね、普段も私たち褒められてないんで、そうそうそう、褒められたことないんで、所詮俺たちは俺たちだよね、だいいとこばっか持ってくんじゃねえよ超面白くなってきたよ今日なんだこの回この回なんだ反省会、ちゃんとやるし何下向いてんだおめえはちょっと反省会じゃないよねこれね切れ替えだよねみたいな感じで映ってますけど、はい、あれです全然僕と超絶仲いいんで本当っすか、いや本当超絶仲いいっすかね、いつも死ねって言ってんじゃないですかおい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 一緒だろおい今日なんだ全員的に回すつもりかあれ今日なんかしゅんちゃんどんなキャラになってるの設定がおかしくなってる設定ちょっと変えようか、さらに超笑顔で切れてるから全員切り倒してる設定変えようか今日どうする、怖い今日笑ってないよ、怖い、あ本当だ本当だよ、先週の先月の笑わしてよ、あって笑ってたのに、あれはあの人たちが下ネタに爆笑でしょ、うん、下ネタで
下ネタでだそう下ネタも最初笑わないの後からつば入ってたからねキヨちゃんでも多分ゲイ系だから多分ダメなんだ あそうかジャンル違い的な聞いちゃうんだよねジャンル違いやっぱ男女じゃないとやっぱダメだったそれはそれでどうなのそれはそれでどうなの そこの性癖に関しては知らな い, いや勝手に言っといて知らないじゃないですか投げっぱなしっすねそこをちゃんとリーダーすくい上げるようになんで聞いてんすかだって、下ネタね。もうそうだよ。下ネタですか。考えて出すんじゃないよ。面白くないでしょ。竹見さん。いやいや、なんで一番若いやつに聞くんですか。一番若いから、一番なんかエネルギーあるから。ちょっと待って。下がってから。知ってるでしょ。言わなくたって。いや、僕誰も知らないです。何ですか。何を。何を。何ですか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 。え、僕たち知らないんでちょっと教えてもらっていいですか。振りでしょ今の。振りでしょ。なんで俺に振れるんですか。ちょっと。お前が振ったんだ。そうだよ。いや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 。完全にリーダー行こうよ。ほら。お前が振ったんだよってなってる。まだ知らないことがあるのは僕は知りたいね。僕は知りたいです。加山雄三みたいだったけど。唯一の味方。いや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 。その俺はこれからだからさ。何が何がどういうこと？俺はどういうこと？これからだから。どういうこと？どういうことだ。ちょっともうやめましょう。やめましょう。やめましょう。面白いな。流行ってるんだ。はい。間違いない。間違いない。ちょっと。どういうことでどうなの？そう。あのカメラに向かって。ちゃんと横向かないでよ。そうだよ。後ろ向かないで。ちゃんとしたよ。まあ。背中を見せるの。男は背中を見せちゃいけないんだよ。ゾロが言ってたもん。そう。背中の傷は剣士の恥だ。いいよ。話長そこケツ向けてたから。はい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 。そろそろお時間かな。いやいや。もうしんどいの？そうしんどいっす。じゃあ助けてって言えばいい。いやあの助けてください。本番始まる前に。いやいや助けて。助けてください。助けてください。言わせてるじゃん完全に。でどう解決するのか。じゃああんたが助けてあげればいいんだよ。あんたが助ければいいんだよ。で本番始まる前に。その本番始まる前にちょっと飲み物飲もうかなっつってコーヒー頼んだんですけど、はいはい、もう俺早くそのもう冷めちゃってるかどうかわからないんで早くコーヒー、じゃあ帰ればいいじゃん。本当だよ。本当だよ。そんな番組よりコーヒーのことを思ってるってことでしょ。そういうことだよね。違いますよ。そうなっちゃいますよ、ね、違いますよ。いやだからドラムを叩いて演奏してるとこかっこいいなって言われたからコーヒーのことを考えてたんだよ。多分ね反省すること俺はないって思ってるんだよね。ああなるほどね。いや違う。あの褒められたから。違うもん。さっきのこっちの3人褒められてないからこっちで反省してくれみたいな。はいはい違う違う、はいみたいな。俺は褒められたしみたいな。そうそういう感じ。違いますよ。そういう人です。違いますよ。そういう人ですもんね。さっきのどういうことの下りからもう俺早く逃げたいだけなんです。コーヒーに。だからずっと番組中もコーヒーのことを考えてたってことでしょ。いやひどいよね。そういう人だもんね。上の空ってことでしょ。そういう人だもんね。知ってた番組中そういうことだ。違いますよ。皆さんにこんなスタッフに手伝ってもらってんのに。そうだよ。俺はコーヒーのことだ。そのコーヒーのことを思ったのはついさっきです。ついさっき。いやもう遅いっす。でも何年か一緒にいますけど、こういう人ですよ。そうですよね。こういう人です。何年も。しゅんちゃんが何年か一緒にいますけど。しゅんちゃんが言うなら、間違いないんだよね。大体間違いないから。そういう人です。助けてよ。何聞いてるんですか。ということでね、円満竹の、はい。とにかくこちらです。もう終わってるかな。もう終わってるかもしれないけど。はい。やりましたみたいなこと言えばいいんじゃない。やりました。大変ね。やりました。楽しかった。ワニ超うまかった。結局10人ぐらいおごりましたからね。10人ぐらいおごり。未来は未来は。でも持ってるなって思った。持ってるなって思ったよ。お客さんめっちゃ来てたもんね。やっぱ10人だとすごいなって思ったよ。リーダー何回もカウンターしたもんね。そう。俺また呼ばれたみたいな。ワニ食ってるみたいな。ワニおごりに行ってんのかみたいな話じゃん。原宿に。ねおごりおごってたの。おごるんでしょ。おごるんでしょ。過去の話だね。いやおごってたじゃん。おごってたよ。おごってた。10人。ガラクタのメンバーもね。俺の記憶が違うな。うまかったっすもんね。ワニうまかった。結局すごかった。最大14っすか。
そうだね。14位。自分入れないから。なんで最大とかなんか変わってなんか数字が変わってるのか。14位言ってましたよね。言ってました。言ってたじゃん。結構確認してましたけど。14ぐらい言ってました。めちゃごてるじゃん。もうなんか金巻いてたじゃん。そうだよ。いや巻いてない。リラ結構酔っ払ってましたもん。本当に、うん、いや本当はごちそうさまでした。マリーのお兄さん、ありがとうございます。ごちそうさまでした。金持ってなかったと思うから。ということでさようなら。ワニのお肉食べれた。食べれたよ。見てねー。